ファラガットはアメリカ海軍の駆逐艦。ファラガット級駆逐艦のネームシップ。艦名は南北戦争時のモービル湾の海戦で有名をはせ、アメリカ海軍最初の海軍大将となったデビット・ファラガットにちなむ。その名を持つ艦としては、ファラガットに次いで3隻目。ファラガットはマサチューセッツ州クインシーのベスレヘム造船で1932年9月20日に寄港する。 官名は1933年7月15日付で、スミスと一時改名するが、8月12日付で、再度ファラガットに戻された。1934年3月15日に、フランクリン・ルーズベルト大統領の長男、ジェームズ・ルーズベルトの夫人によって浸水。艦長エディオット・バックマスター・中佐の指揮下1934年6月18日に、収益する。 大量建造されたクレムソン旧駆逐艦以来14年ぶりに建造された新鋭駆逐艦であった。収益後、ファラガットは母校のノーフォークを拠点に東海岸で完熟訓練を開始する。1934年9月1日にニューポートに帰港の後、9月2日から5日はニューヨークの第32番埠頭に係留される。 10月11日から14日までハンプトンローズで完熟訓練の最終仕上げを行い、その後は1935年1月4日にノーフォークに寄った後、1月11日にボストンに戻ってカリブ海を中心とするさらなる訓練の準備に入る。カリブ海とグアンタナモアンでの訓練は1月15日から始まり2月2日までの間に砲術訓練と 空母護衛訓練を行う。2月4日から14日まで、フロリダ州ペンサコーラで、対空射撃訓練を行った後、2月18日に、ノーホークに帰還した。3月26日、ファラガットは、フロリダ州ジャックソンビルで、ルイズベルト大統領が、上帝する、プライベートヨットと合流し、バハマまでの航海を護衛する。護衛任務は4月7日に終え、翌4月8日に、 ジャックソンビルに戻った。ついで、ファラガットは第二十九畜部隊機関を務めるためにサンディエゴに向かい4月19日に到着。太平洋側では1939年1月3日までの間にアラスカ方面での海軍予備役のための訓練公開や西海岸及びハワイ方面での艦隊訓練に参加。4月12日に サンディエゴに戻った後カリブ海での訓練に一時参加し10月2日には真珠湾に戻る1941年8月1日からは空母任務部隊との訓練に明け暮れた1941年12月7日真珠湾のイーストロック14番部にエールウィンと並んで係留されていたファラガットは艦長エドウィン・ケイ・ジョーンズ少佐が上陸中で 上級将校が代わりに、艦の指揮を取っていた。間もなく、真珠湾攻撃が始まり、ファラガットは7時58分に警報を鳴らして8時12分から反撃を開始。反撃を8時52分まで続けた後湾外に出た。ファラガットが行った反撃のうち、プリンストン大学出身のジェームズ・アーメン・ベンハム上尉の働きは目覚ましく、ベンハム上尉は、 ブロンズスターメダルを授与された。攻撃後は1942年4月までハワイとサンフランシスコ間で戦乱の対戦護衛任務に従事した。1942年4月15日、ファラガットはクーボレ・キシントンを中心とするウィルソン・ブラウン中将の第11任務部隊に加わり、南太平洋方面へと向かう。この頃、日本軍の圧力は、 ポートモレスビーやニューギニア島、あるいはオーストラリアやニュージーランドに至る通称路を徐々に圧迫し、この脅威を取り除くため海軍は迅速に迎撃態勢を整えた。同じ頃に南太平洋を行動していた第17任務部隊の空母ヨークタウンからの航空機が、ツラギ島や対岸のガボツにいた日本軍を攻撃したのは5月4日のことであり、 産後会で合流した第11任務部隊及び第17任務部隊は日本側の原忠和少々率いる第5航空戦隊も産後会に入りつつあることを知る。互いの敵を見ずに始まった産後会海,海戦は、まず5月7日に両任務部隊からの艦載機が MO 攻略部隊を発見して攻撃し、空母超大鳥を撃沈して先手を取った。 翌5月8日、ファラガットは任務部隊から分離し、支援部隊の護衛に回る。ファラガットが属した部隊も日本機の激しい空襲にさらされたが、ファラガットはそのうちの5機を撃墜して、損傷はなかった。日本機のほか、B-17 の一体が支援部隊を誤爆するハプニングもあったが、爆弾はファラガットの左舷側に落ちただけで大事なかった。 5月11日にクイーンズランド州シドワンに帰投したファラガットは6月下旬までオーストラリア、ニュージーランド、フィジー、トンガタプ島方面でセンダーに従事し6月29日に新珠ワンに帰投したファラガットが属し35回海戦で歴ントンを失った第11任務部隊は新たに空母サラトガを迎え7月7日に フレッチャー少将の指揮下で真珠湾を出撃。8月7日のガダルカナル島の戦いに際しては、サラトガの護衛と航空支援任務につき、その後もガダルカナル島に至るシーレーンの確保のために、東部ソロモン諸島方面を行動する。8月24日から25日にかけての第二次、ソロモン海戦でも同じく護衛任務に従事。日本機の空襲からサラトガを守り通した。 8月31日、戦艦のオスカロライナが E26 をレーダー探知したため、確認に向かったが、途中で反応が消えた。その後、E26 の来撃により、サラトガが大破し、ファラガットは、シュナキ任務部隊の護衛任務をお役御免となる。9月から1943年1月までは、ガダルカナル島を中心として、 オーストラリアやニュージーランド方面での船団護衛任務に再びつき、1月27日に真珠湾に帰島。西海岸に開港されてオーバーホールと訓練任務を行った。4月16日、ファラガットはアダック島に向かう。5月11日までアラスカ水域を行動したが、その2日後の5月13日、イ31からの魚雷が、 戦艦ペンシルベニアに向けて発射される。ペンシルベニアを護衛していた、米駆逐艦フェルプスが先行中の潜水艦を、ソナー探知して、爆雷2発を投下するも、イ、e、3 1を撃沈できなかったばかりかイ、e、3 1の反応も消えてしまった。上空を警戒していたプビーカタリナが、e、イ3 1が先行していると応式位置に、発煙灯を投下して、目印とし、離れた場所にいた、 ファラガットとエドワーズを呼び寄せて、イ31の打ち取りに差し向けた。やがて、ファラガットとエドワーズは、爆雷攻撃を行い、その後浮上してきたイ31へ向け、エドワーズが砲撃を行って、イ31を撃沈した。6月も引き続き対戦紹介任務に就いた後、7月5日からは、キスカ島の包位に参加。8月15日の固定自作戦開始までの間に、 艦砲射撃を繰り返し、9月4日まで、キスカ島への部隊上陸を支援の後、輸送船団を護衛して、サンフランシスコに向かい、そのままオーバーホールに入った。オーバーホール後、ファラガットは10月19日のサンデー号出港し、ハワイ水域での訓練の後、エスピリットサント島に進出。ガルバニック作戦の内タラワの戦いに12月8日まで参加し、 作戦終了後は、サンディエゴでの修理と、西海岸水域での訓練を経て1944年1月13日に、マーシャル諸島に向けて、サンディエゴを出港した。マーシャル方面では、クエゼリンの戦いとエニウェトクの戦いの支援のほか、第58任務部隊に随伴して、ウォレアイ干渉と枠で島への攻撃の支援も行う。4月に入ると、 ホーランジアの戦いの支援で出動した第58任務部隊に再び随伴して支援任務が終了した後はマジュロに下がって訓練任務に就いた。6月からの一連のマリアナパラオ諸島の戦いでもサイパンの戦いでは6月11日からサイパン島に対する艦砲射撃に従事し6月19日から20日にかけてのマリアナ沖海戦ではピケット艦任務に当たった。 6月28日から7月14日までの間はエニウェト区間省で補給を行い、7月17日から18日にかけてはグアムに近接して水中爆破班の支援を行う。7月21日からのグアムの戦いでは火力支援任務につき、7月25日にロタ島への艦砲射撃を行った後5日後に戦場から離れ、 ピュージェットサウンド海軍造船所でオーバーホールに入った。ピュージェットサウンド海軍造船所でのオーバーホールを終えたファラガットは11月21日にウルシー艦渉に到着し第38任務部隊に合流。補給支援担当の第30.8任務軍に加わり、第38.2任務軍と第38.3任務軍の後方支援任務に着く。 もっとも12月中旬の活動には加わっておらず、このためファラガットはコブラ台風の最悪からは逃れた。12月末からは台湾攻撃のマイクアイ作戦と南シナ海でのグラティチュード作戦に引き続いて第30.8任務軍所属として参加し、ルソン島の戦いを横腹から支援する第38任務部隊のために奔走した。 うるし艦渉に帰投した第38任務部隊は、第3艦隊から第5艦隊への引き継ぎに伴い、マケイン中将から、ミッチャー中将に指揮権が移って、第58任務部隊と解消するが、ファラガットは引き続き、第30.8任務軍改め、第50.8任務軍に留まる。第50.8任務軍所属としては、伊王島の戦いと沖縄戦20時。 1945年5月10日まで、第50.8任務軍に、付属の後、5月11日から8月6日までは、ウルシート沖縄本島間の戦団護衛任務に従事。その間、5月の最後の2週間の間には、沖縄近海でのレーダーピケット艦任務にもついた。戦争終結後、ファラガットは、沖縄水域を離れて8月21日に、サイパン島に到着し、 9月25日にブルックリン海軍交渉に外旋した。ファラガット級駆逐艦の生き残りは、大西洋艦隊への転属の後、コブラ台風での春とモナハンの沈没の悲劇に対する教訓と復元性の著しい低下により、早期の退役が促されることとなった。ファラガットは1945年10月23日に、 退役して1947年1月28日に除籍の上、1947年8月14日にフィラデルフィアのノーザンメタル社にスクラップとして売却された。ファラガットは第二次世界大戦の功績で14個の従軍聖賞を受賞した。役中、1907年12月23日から1991年8月13日。会議員。 海兵隊軍人として活躍し、短期間ながら俳優業も行った。軍人としては1942年8月のマキンキ州を指揮した。ありがとうございます。